書いてほしいんですよ。匂い。僕が妻にプレゼントしたのはこちらです。あ、こっちだ。どうもこんにちは。こんにちは。ユーストリームの西です。ユーストリームバイヤー長沼です。はい、で今回紹介するのはこちら、はい、イルビーゾンテのレザーグッズ。実際に手に取ったことがないという方も多くいらっしゃるかと思いますので、はい、ね、レザーといえば長沼さんですよね。そうですね。イルビーゾンテは妻に何個か買ってます。あ、おプレゼントしてあげてる。はい、押してますね。あ、そうなんですね、はい、それぐらいまあ身近にあるブランドっていうことなんですね。はい、なのでまあ男性でも女性でも、まあ、どちらも生まれるレザーブランドということなので、まあ、どういったアイテムがあるのか、はい、その特徴も全て含めて、はい、はい、ご紹介の方をお願いいたします。はい、1970年ですね、イタリアのベネト州ワニー・ディ・フィリポンさんによって創業します。で、その1970年って結構まあ、今から50年以上昔の話なんですけど、うん、はい、どういった時代だったかっていうところからちょっと話させてもらうと、うん、1960年代後半、実はアメリカ合衆国でカウンターカルチャーと言われる旧来の価値観に対抗するムーブメントっていうのができるんですね。はい、で、その運動っていうのがヒッピームーブメントと言われてる。ヒッピー、はい、はいはいはい、実はアメリカ合衆国のみならずイタリアでもそういったヒッピームーブメントっていうのが来るんですね。うん、はい、ワニー・ディ・フィリッポさんはそれにすごい感化をされまして、そのヒッピースピリットを持って革で編んだ、まあ、ブレスレットとか、うん、まあ、ベルトっていうのを友人にプレゼントしていたそうです。プレゼントしてたんですけど、ある時ですね、自分の作った作品を革の製造会社に持ってたらしいんですね。はい、まあ、作ってくれないかみたいな、うん、まあ、話してたらですね、まあ、独創的すぎて作れないって言われちゃったらしいんですね。当時にしては、はい、作るの難しいぐらい、はい、まあ、クオリティの高いのが、はい、そこでですね、奥さんのダリアさんと一緒にカーボンの作りに乗り出すと、はい、力強さ、それから謙虚さ、勇気と活力の象徴であるアメリカのですねバイソンを、うん、モチーフにしてますね。あ、確かにね、ロゴマークをよく見るとこれがバイソンになっていると。はい、うん、実はそのイルビゾンテのはイタリア語でバイソンという意味なんですね。そうなんですね、はい、その名前の通りロゴマークにしている。そういうことです。特徴になるんですけども、はい、現在もですね、イタリアのフィレンツェの職人によって手作業で作り出されているということですね。そのイルビゾンテの、革なんですけども、あちらの牛革なんですが、フィレンツェのあるトスカーナ地方で、うん、1000年以上昔から行われてきたベジタブルタンニングっていうのを施した波紙工程になっております。何か特徴あるんですか、ベジタブルタンニングの特徴。はい、2種類、まあ、波紙工程がありまして、はい、で、ベジタブルタンニングとあとクロムタンニングっていうのがあるんですが、はい、クロムは化学薬品を使ったものですので、うん、まあ、比較的仕上げが早いとかとかいろいろ利点があるんですけど、はい、やっぱり自然の風合いを楽しむ、うん、ものですと、やっぱりデビスタルタンニングの方が冷えてるかなと。その経年変化とかを楽しめるタンニングなんですよね。なるほど、はい、まあ、実際ですね、はい、触ってもらったりとか、うん、ちょっとその匂いを嗅いでほしいんですよ。匂い、はい、嫌な匂いじゃなくて、はい、柔らかいとか優しい匂いがですよ、ね、しますね、はい、これはデビスタルタンニングの良いところというか、その皮本来の味とかこういった匂いとかってところがその良さかなと思います。確かにこれ女性でも使いやすい気がしますね。イルビゾンテってその女性に人気なのはこういった皮の優しさとか、うん、そのこの持ち感が良いっていうのがやっぱり特筆すべき点なのかなと思います。持った感じフィットするような感じもしますし、皮柔らかいんですよね。ですよね、はい、うんうん、まあ、ちょっといろいろご用意してるんですアイテムあるので、まあちょっといろいろ紹介していきたいなと思うんですけど、はい、どれからいきましょうか。じゃあまずここら辺からいってみましょうか。はい、はい、こちら、6連のキーケースですね。キーケース、はい、はい、ということで、開けてみますと、はい、こんな感じに、うんうんうん、まあ、シンプルな感じではあるんですけど、はい、まずねこの色味とかもすごくなんか女性でも男性でもどちらでも合いそうな絶妙な色味っていう感じがしますね。ですよね、はい、で、鍵はまあ6つと作られるのと、うん、あと実はここにもう一つ大きな、はいはい、大きな輪っかがありますけど、キーチェーンがあって、うん、それから涼しいできるんですよね。ずれるのはありがたいですね、はい、持ち歩くにはすごくいいかなと。まあ、ガマとかにそのこっちをつけて
のドアを開けるときはバッと外して、っていう使うことはできるとかね。なるほど、いろんな使い方ができそうな感じしますね、はいはい。でこれを実際にご購入いただいたお客様の声なんですけども、はい、存在感があってカバンの中でも迷子にならないな。あ、なるほど、ある程度厚みもあるので、まあなくす心配がないというのがあるかもしれないですね。はい、まあスムースですね、はい、結構綺麗めな印象があるっていう感じがしますよね、はい。じゃあ続きまして、じゃあこちらは、はい、手元にあるんですね、はい。カードケースですね、かなり小ぶりな感じです。確かに、はい。で先ほどの革と比較しますと脂肪感のある革です、はい。で一つぐるとシンプルな一室構造ですね。もうボタンで止めているだけっていう感じですね。はい、これ1枚革なんですね。あ、なるほど、折って折って、そうなんです、こうくるっと回して、はい、ケースにしてると、はい。で中にはアイミソンのロゴが入って、実は裏側にちょっと分かりづらいんですけど、バイソンで、あ、本当だ、なんかいやらしくなくていいですね。そうなんです、うん、さりげないさりげない感じで、はい、なんか見た目の可愛さから、うん、結構こう会話につながりそうな感じしますね。そうですね、これどちらの名刺で名刺交換みたいな、なんか僕はなんか女性に持ってほしいですね、カードケースって感じしますね、はい。ぜひお試しください。はいはい、こちら釜口の2つ折りサイズですね、うんうん、はい。女性の間では、まあ、一定の人気を誇っている釜口なんですけども、ファスナーより手間がないんですよね、こうやって焼くので。確かに、でスナップボタンよりも開けしも早く、うん、結構こういうところが使い勝手の良さなのかなと思います。でこちら開くと、6つのカードポケットと撮影が2室という、はい、うんうん、まあ、使い勝手がいいサイズ感か。そうですね、はい、自分としては申し分ない収納って感じします。はい、この赤っていうのが珍しい感じがしますね。そうですね、あんまり見かけないお色かなと思いますね、うん。赤は赤でもちょっとこう渋みのある赤なので、うん、結構大人の方でも使っていただけるんじゃないかなという感じしますね。ちなみに僕が妻にプレゼントしたのはこちらです。あ、こっちだなので、はい、女性の方喜んでいただけるんじゃないかと、はい。もう10年ぐらい使ってますね。じゃあやっぱりその使い勝手がいいと。はい、でもういい感じで味も出てるので、うんうん、やっぱりそのベジタブルタイムの皮の良さが、まあ、出るものかなと思いますね。カラーバリエーションもすごい豊富なので、うん、まあ、ちょっと、ね、選ぶのが大変なのかなと思うんですけど、ね、はい。オレンジもあれば、まあ、ダークグリーン、はい、ね、ダークネイビーなど、あとね梅側もあるので、はい、まあ、特にね経営が楽しみたい方はぜひ梅側もね、味を出していただくのが非常にいいのかなと思います、はい。創業者のワニさんなんですけども、高価なものを持つよりも、はい、健康で楽しいひとときを家族や友人と過ごすのが本当の人間の豊かさと語ってるんですね。あ、なんかいいこと言いますね、はい。なので、まあ、まあ、そういった思想というのがこういったアイテムに滲み出てるのかなと思いますので、あ、なんか使っていくたびに愛着が湧きそうな、はい、な感じがしますね。こだわりの小物を一点持っておきたいという方はぜひルビゾンでお楽しみいただければと思います。はいはい、ということで今回の動画は以上となります。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。